西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今日も何通かですね、今週も、この質問をいただいておりますが、その中で今日は、田中半蔵さん、男性20代大阪の方ですけれども、問い合わせ事項はですね、先日の安倍首相の国会での集団的自衛権行使との、憲法解釈に対する答弁に対してですね、新聞その他で立憲主義を軽視しているといったということが言われています。そこでよく耳にするのですが、憲法は国家権力を、縛るものであるというのですと。まあ、一方で西田先生方のお考えはですね、憲法コンストラクションは国が表すものであるとされています。憲法は伝統文化からなる常識良識によってよるものであるということだと思います。だとすると憲法が国権を縛るということはおかしいのではないでしょうか。国権を縛るというよりも常識良識に基づいてその上に立って国家運営を行うべきなのではないかと思うのですが、今回の批判はまた外れだと思いますが、どうでしょうかという話であります。まさにですね、まあ、これ立憲主義の話はですね、私がかつて朝まで生テレビで出てきた時にですね、まあ、憲法学者、その他、まあ、憲法を勉強したことのあるですね方々、戦後民主主義を、訴える方々はそうおっしゃるわけなんですね。でつまり、憲法によってですね、まあこの長い歴史の中で、かつては王権春秋説だと、でそれがですね言われて絶対的な今度は王権に言われてきたと。しかしそのことで、国王がですね国民を縛ったり、大変なことになったと。でそれで、国王もですね、憲法が、しっかり縛ってですね、その権力の暴走を歯止めするものなんだと、まあ、そういうところから来てるんですよね。でしかし、まあ、それはそういう形が一般的でしょう。ところが今はまあその主権者がですね、まあ、国民だと言ってるわけなんですよね。で国民が国民を縛ると、まあ、いうことになるんですけれども、まあ、要するにですねこの問題の一番問題はそういう、教科書的なですね解釈でものを考えていては問題の本質が見えてこないわけなんですね。で憲法の日本国憲法の一番の問題はですね、まあ、そういう、この国民主権の下でですね、じゃあその国民が主権者としてですね自分たちの国はどうであるべきかということを、考え、その時に先の大戦でですね大変世界中に迷惑をかけ日本人自身もですね傷ついたと、まあ、その反省からですね、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して自らの安全と生存を保持しようと決意したという前提で作っているわけなんですね。で、まあ、ここまで言ってしまうとですねもうかなりデタラメな話ではないかということになるわけなんですね。で建前はそういうふうになってるんだけれども果たして、その立憲主義だ国民主権だと言ってるけれどもそういうことをですね議論できる状況であったのかといえばなかったわけですよね。そしてさらに私もこの田中さんも私の意見で言ってくださってますけれどもいわゆる憲法というのはもともとコンストラクションですからね国柄国体、まあ、そういうものを表すものですし当然そこにはですね日本人の伝統意識というものがですねなければならないわけなんですよね。我々日本人は昔からこういうことを大切に思ってきたとそういうところから来てるわけですよね。ところがそういうものが全くかけ離れていないわけですよね。で今日の日本国憲法を読むと分かるんですけれどもね第一条天皇がありますね。天皇は、この国民統合の、象徴であるとで国民の総意のもとにその地位があるという形で書いてありますよね。でそこであと何条か書いてあるんですけどもこの天皇条項第一条を除いてしまうとですねあとはどの国でもですね通用してしまうものになってるわけなんですね。でそこに日本人のこの伝統精神というのはほとんど生かされてない。でそこにあるのは要するに天皇というところここであるのは、まあ、日本国の、この象徴としてあってでこれはそう、世襲で行うと それだけなんですよね。でしかしここにもですね非常に大事なところがあって、まあ、この国民統合の象徴が天皇であってしかもそれは世襲である世襲であるというところがですね非常に意味があるところですよね。でこの GHQ ですらですね
まあ、英語で書いた、そしてさらにはどこの国でも通用する、まあ、ある種無機質な憲法を書いたんだけれども、一番最初この国の成り立ちのことを考えると、やっぱり第一章第一条に天皇が来て、でそこに世襲という言葉を書かざるを得ない。つまりここから出てくるのはですね、我々の世の中突然出てきたんじゃなくて、やはり世襲という言葉が象徴しますように、長い歴史からこの日本の国は生まれたんだと、まあ、この天皇のことをですね無視しては、このさすがに占領軍でさえこの日本国を規定することができなかったということですね。でそこに我々はもう少しですねこの重き思いをですね置くべきなんですね。そしてそのことを考えますと、先ほど言いましたように、もともと占領中に作られたこと自体が問題なんですけれども、占領中に平和愛する諸国民に身を預けた形になってますから、当然国を守るという話、集団的自衛権どころか自分たちの国を守るということすらですね、あの憲法からは放棄したように読み取れるわけなんですよね。でこれが立憲主義だと、でそういうふうにですね言ってるんだから、あと勝手にですね、憲法解釈をしてやるのはおかしいなんてことを言い出す方はですね、現実を全く見てないわけですね。つまりこの憲法自体がですね、学校で教わってきたように、平和憲法 で我々日本人がですね反省をして作ったんだという、その前提はですね、この文章を読みと普通に考えるだけでもですねおかしいということを思いますし、同時に今の世の中では到底この平和を愛する諸国民に守ってもらうという話は通用しないということも、これは誰の目にも明らかになってきているわけです。ですからこのことを考えますとね、本当は私が何度も言ってますように、この憲法自体は憲法ではないと。でしかも、これをですね、憲法としてやってきたのは、まあ、いわゆる占領基本法で、そして、占領が終わった段階でですね、明治憲法がもう一度復権をして、その解釈の仕方として日本国憲法が解釈をする、まあ、ある種の、この解釈法典としてですね、明治憲法の、生きてきたんだという考え方だってあり得るわけなんですよね。でそしてそういうふうに考えていく方が物事の本質が見えるわけですけれども、まあ、立憲主義を振りかざかしてですね、まあ、この法律の表面上の話、明治憲その日本の国のですね歴史とか先の戦争による、この憲法ができた経緯などを考えない人は、結局ものすごく正しく筋道の通っていることを言っているようで、全体から見ると全くですね、現実を見えない。そして自らの頭でですね問題点を、が何かということをですね指摘して考えることができない、まさに思考停止の仕組みに陥っているということであると思います。でしかし問題はですね、それが50年60年続いてきたわけですし、で今も学校の場ではそのことを、正しいこととして教えてきているわけですよ。で安倍総理が、この問題についてですね憲法改正ということを言われたことは大変意義がある大事なことなんですけれども、問題はですね、多くの国民は今の学校の現場も含めですね、そしてかつての学校の現場も含め、ずっと安倍総理の言ったことの逆さまをですね教えてきてるわけですよ。でそれが国民の大半だと。ですからここをですね一挙に変えていこうと思ってもなかなか手間がかかる話だということを我々は理解しておかなければならないんです。そしてそのことをしかしですね、成し遂げるためにはですね、まあ、気長なように見えるけれども、その問題点が何だということをですね一から戻ってですね、何度も何度も訴えていく。そして現実の社会、今起こっていることがですね憲法が前提としている社会とはもう似ても似つかなものになっていると。でそしてそれがですね日本を縛ることになってしまって、日本の国益どころかですね国民を守れない国家になってしまっていると。でそのことを日本人みんながですね、多くの日本人が気づいたときに一挙にこの問題は解決するんだと。ですから、まあ、こういうマスコミのそういう批判ありますけれどもですね、マスコミ自身も戦後体制の中で思考停止の回路の中に陥っているわけでありますから、まあ、彼らの言うことに惑わされずですね自らの頭で考えるということを皆さん方に訴えていく以外ないということを私は申し上げたいと思います。非常にいい質問いただきましてありがとうございました。それとですね、すいません、来週の、3月の8日の土曜日ですね、これが私の京都での、
この政経パーティー、セミナーでありますけれどもさせていただくことになっております。ここに下に詳しいことは出ていると思いますけれども、2万円という、高額な会費を頂戴いたします。お時間と経済的に余裕のある方はですね、ぜひ、この事務所のホームページからも、購入できますのでご参加いただければと思います。ありがとうございました。